はいえー、おはようございます。えー、マスターと、えー、葉に触れてみ、えー、言葉はあなたの魂に、あなたの心に、えー、元気と勇気とお命を与えます。えー、感謝いたします、えー。今日の御言葉は、えー、ヘブル人の手紙、えー、10章の23節約束された方は真実な方ですから。 私は動揺しないでしっかりと希望を告白しようではありませんか。ヘブリッの手紙10章の23節、えー、感謝いたします。えー、今日は、えー、2022年の12月の、えー、20日ですね、えー、25日がクリスマス、えー、この約束された方、その聖書を、うん、最初の創世紀1章の1節から、えー、ヨハネの目録最後の節まで、えー、約束、成就されました。えー 天と地を作られた神様、神様自身が少女マリオを通してこの世に来られました、この約束、感謝いたします、共にいるとお約束され、十字架で私の罪のために、人類の救いのために、神様の子供が、神様自身が十字架で尊い救い、救済を完成されました、私の罪、あなたの罪、全人類の罪が許されました、感謝いたします。また 墓に葬られて神によみがえり、そして40日間現れて、そして天に昇ばれた時に精霊をくださると約束されて、また来ると約束されて、精霊は私に生きています。私の信じるところ、父の神様、このなるイエス様、精霊なる神様、この三味一体の神様、感謝いたします。この約束される方、あなたと共にいて慰め、励まし、そして癒し、生きる力を与えてくださいます。また天で。 イエス様と共に会う幸い、希望もあります。感謝いたします。この良き訪れ、福音をあなたの元に届けいたします。マスタートです。えー、マスターとのこの YouTube チャンネル登録、またコメント、いいねとお願いいたします。えー、また、ミクトバン触れての、うん、次回でお会いいたします。仕上げのエスパーションプレゼン、シャロム、シャロム。